はい、今日もこういうのいただきました。ありがとうございます。デオね、デオトイレ、このシートはほんまにいいですよね。そういうの20枚入り3個ね、60個ね、ありがとうございます。ほんまにこのシート絶対いいんですよ、ほんまにね、助かります。はい、以上です。はい、今日のプレミアは西行っちゃうよ。ふみちゃん、きのこちゃん、秋太郎くん、あ、誰や、今入ってくる。これあれやね、サボコロちゃんやね。サボコロちゃんなんか似てます。これ誰、これはシャーコちゃんやね。はい、ルナちゃん、はい、きたろう、おい、きたろう、きたろう、おい、きたろう、こっちおいで。これは、あ、これはひらりちゃんやね、ひらりちゃん、ね、ふんちゃん、ふんちゃん、ふみちゃん、おいで、おいで、おいで、ふみちゃん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 、おいで、おいで、ふみちゃん、おいで、ね、あ、くるみちゃんやね、くるみちゃんにニックに、ね、住民になってるね、隣の。で、ききちゃん、ききちゃん、ききちゃん、それで、はい、ねねちゃん、ねねちゃんです、ね、あ、いっちゃんがおる、おいで、ふんちゃん、ふんちゃんおいで、おいで、おいで、ふんちゃん、何怒ってんの。こんな感じかな、にし。それで下に、ね、ここの下にマロンちゃんかな。マロン、いっちゃん来た。マロンちゃん、マロンちゃん、ランちゃんとかな、オンかな。誰おんの、あ、え、誰おんの、ひろこちゃん、誰おん、あ、ランちゃん、ランちゃんと、あ、ちょびちゃんおるやん、すごい。ちょびちゃんがいてる、ちょびちゃん、それで今日、新人くん、まあ、これ、この子はちょっとまあ、保護のね、毎回やってる保護何日目いうので動画出すつもりやねんけどね。はい、今日病院行ってきました。な、病院行ってきてんな、な、はい、まあ、あの時朝凶暴やったみたいけど、今日ヘルプさんが病院に連れて行った時にはね、別に暴れることもなくな、落ち着いててんな。病院でも意外とね、何も暴れることもなかったということでな。えっちゃんの取った時ね、ほら、えっちゃん、まあ、ヘルプさん、チュールね、与えてる動画とか見たら全然もうね、慣れてるような猫でね、まあ、大丈夫かなと思います。ここで検査結果は白血病とかね、陰性いうことで問題なかったんで、ここにね、入れてますね。一応その喧嘩じゃないかなと思われることでね、また連れてきてくださいと言われたんやけど、まあ、おそらくこの子捕獲器で怪我したと思うんで、まあ、とりあえず喧嘩で相手の子が白血病とかでなってたらね、もう一回検査しなあかんねんけど、まあ、おそらくそれはないと思います。この傷はおそらくあれ、何の問題もないと思います。捕獲器でね、かかった時にね、暴れてなった傷じゃないかなと
まあ、もともとはそのね、先輩の、ね、倉庫の中に寝てて捕まってんけど、もともとは隣のね、おばちゃんか、おばちゃんやったかな、うん、なんかご飯持ってたみたいな感じで言ってたからね。おいで、ご飯やろ、な、何も食わないよ、うん、言うてんか。あ、いっちゃんおるかね、今いっちゃんおるか、ちょっと怖いな。ご飯食うか、ちょっとうー言うてんな。大丈夫やよ、何も食わないよ。ほいで、やっぱりマンション出ましたね。ちょうどこの子のおる周りはね、ちょっと田んぼがあるんですよ。だからまあマンションカエル食べてね、マンションが移ったんじゃないかなと思われますね。まあそんな感じで明日からね、またこの子のね動画特集で撮っていきます。ちょっとした変化をね、ちょっとずつ変化があるかなと思いもって、まあ変化なさそうやけどね、とりあえず1ヶ月かね、そのぐらい30日かね、何日間か撮ってみます。もうちょっと少ないかもわからんけどね、なんか変わっていくかなということでね。まあこのタイプは意外と甘えたっちゃうかな。なあ、いっちゃん怖い、ね、ここでね、メスでね、他何言ってたかな、メスで、まあ出産経験はちょっとあるんじゃないかということでした。乳首がちょっとね大きくなっていて、まあ、去勢手術はされてないとかしてね、手術は、うん、された形跡はないと。まあ、だからこの子連れていかなあかんね。な、もうこのタイプはね、くるみちゃんもそうやけど、ね、みんなね、ポポちゃんもそうやし、ね、あゆみちゃんもそうやし、ね、このタイプは慣れるの早いんちゃうかな。この色って結構ね、そんなに悪いイメージないからね、性格的にね、可愛らしい子になるんじゃないかなね。はい、そんな感じでね、マンションがいてたいうことでしたね。はい、ニック、まあちょっとチュールだけども与えてみようかな。もうほんまね、朝動画で、朝のね、あれで、何でした、保護何日目で撮っていきたいけど、今日は特別ですよ。特別にします。今日、ね、病院行ってきたとこやから。はい、チュール。どんだけ食べるか。ね。おいで。チュールあげよう。いっちゃん、いっちゃん、もう向こう行っときも、いっちゃん、うんうん、いっちゃんおるか、怖いな。食べ方うまい言うてたからね、やっぱりご飯もうてたから、うまいんちゃうかな。それで年齢は1歳から2歳言うてたね。意外と慣れてんね。まあ物慣れでおったらかわいそうな子やね、ほんまに。こんだけ慣れてんやったら、ね、まあ、チャンスをつかめるかもわからんもんな。食べ、食わないよ、うん、おいしいな、よしよし、な、猫おるか、怖いな、よしよし、やっぱり、はい、もう食べないの、はい、な、賢い、こんな賢い子ですね、大丈夫やで、な、はい
ちゃんとかね、きのこちゃんね、こんな感じで2試ね終わります。あ、マイルちゃんも来てるよね。ね、はい、以上です。今日から2試のね、新人くんでした。はいはい、2A です。ハッチ、お利口にやってたか。お利口さんやってた。え、まえちゃん、ドラちゃんも来るね。ハッチ、かわいいな。はい、みこちゃん、みこちゃんに、ドラちゃんに、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、みこちゃん、みこちゃん、はい、クロちゃん、クロちゃん、お利口さんやな、クロちゃんは。まえちゃん、何言ってんの、クロちゃん。クロちゃん、何言ってんの。ドラちゃん、何言ってんの。ドラちゃん、はい、リンゴちゃん、これここクロちゃんです。ドキ、クロちゃん何してんの。クロちゃん、かわいいなお前。クロちゃん、これいけとよくはこびやえ。ばば、はい、これでモカちゃん、モカちゃんと、あれ、エルサちゃんは、エルサさんとモカちゃん仲ええね。ねえ、親子って分かったんかな。長いことね、一緒におったはずやからね、もともとノラの時に。なんとらちゃん、ハッチはご飯食べてんか。な、偉いな。まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん、どうやったら何言うてんの。さあ、それではレオちゃん、ね、中に入れたらなかんね、外にいてる。はい、もぎちゃん何怒ってんの。ね、入る前になんか走って逃げてましたね。はい、ブルーちゃん、ブルーちゃん、ね、企業やってんやな、ブルーちゃん。はい、おうちゃん、おうちゃん、ね、おうちゃん。さあ、それではりょうちゃん入れようかな、あ、入れようかな、入れようかな、立ってる、ね、向こうにいてる。りょうちゃん、おいで、はい、おいで、何してんの。りょうちゃん、りょうちゃん、ケツ、りょうちゃん、よし、さあ、あ、やだ、取れてるやん、誰かここにおる。あ、スイちゃんここにおるかな。スイちゃん、スイちゃん、おいで、おいで、ほら、スイちゃん逃げへんね。ね、もう寒いのに。チップ落としてたのに。トイレしたら、あとで取ろう。温度は 13.2、 そんな寒ないね。どうだ、そのレオちゃん、レオちゃん中入ったから、レオちゃん、レオちゃん、ほこりついてね。あ、エルサちゃんも入ってるやん、ほこりついてるね、ほら、取ったろ、よいしょ、な、ほこり台無しやで、ビジ、ほこりついてたらな、わかった、美人台無しやよ、お前な。
冷たなってるやんお前もう。寒いやん。ぬくもっとき。二人で。あ、エルサさんも。何言ってんの。エルサさんにあた怒ってんの。な。ママ好きやもんなお前。な。よしよし。あ、首根っこまだ持たれるもんだから。ね。まあ一旦ちょっと切ります。はい。はい、今日のレオちゃんはじゃじゃん。何も食わないよこれ。前に喜んでた言うてたでレオちゃん、ぐるぐる言うてたって。何なんレオちゃん。レオちゃん、レオちゃん、嫌な、また嫌なモードかな。レオちゃん、何言うてんのお前。この前全然ちゃうかったやんな。系統がなかんで汚いで、いい加減あれやで、お風呂も入るな、汚いでな。だから店でやってもらい言ってたけどな、やっぱ店でやってもらったらな、ポンさんがやるから、ポンさんの手でお前をな変わらすからね。りょうちゃん、こっち向いてみ、りょうちゃん、りょうちゃん、今日は全然向け、エルサちゃんもずっと寝てるから余計やな。りょうちゃん、柄が綺麗な、りょうちゃんの茶色が多いからな。この襟巻きもまたすっごいな、お前のすごいな。なんでだいぶぬくなってきたな。外行ったらやっぱり寒いわな。いくらりょうちゃんが毛多いと言うても寒いでな。ね、今日はこんな釣れないレオちゃんからね、これぐらいしとこうかな。あ、それと昨日のね、プレミアムで、あ、プレミアムちゃん、プレミアでね、あのうちの企画部の方がね、挨拶のコメントを入れてくださって固定させてもらったけどね、ほんまいろいろね、衣装とかね、あの飾り付けいただいてありがとうございましたね、ほんまに。ほいで一応24日やったからね、24日9時からいつものライブでね、書かれているようにやらせていただきますんでね、また見てやってくださいね。なんか手品も言われてんけど、手品ちょっとね探して買おうと思ってんけどね、なんかいいやつ、まあ、できるだけね頑張ってね、ポンさんができるような手品をちょっと披露させてもらいますね。なレオちゃん、それぐらいなんか言うことあった、なんかまた忘れたね、言おう思ってて忘れたね。なかなかね、その衣装を全部着てもらうことできるかわからないんやけどね、なんで言うともその日仕事終わってからになるんでね、これでまあ日曜日とか何なんですけど、日曜日はね、うちのね嫁さんのお姉ちゃんの娘さんが結婚式なんでね、それに行かなければいけないんで、その命日、ポンさん、ポンちゃんの命日やからね、
確か明日26やったと思います、まあ、そちらもかね、あの明日ということでね、クリスマスじゃなくて、その日は避けてね、ポンちゃん思い出してもらえるような動画をね、その日にね出そうかなと思ってます。まあそれも作らなあかんねんけど、まだ全然できてないけどね。なあ、りょうちゃん、今年1年もう終わるよなあ。クリスマスね、もちろんメリークリスマス。何してんやん、ほらほらほら、何を落としてんやん。なりょうちゃん、なんかクリスマスの服着たかわいいやろな。なあなあ、りょうちゃんね、かわいいと思いますよ。まあその次にね、クリスマス終わったと、まあ、今年ね最後のね、ショーね、コメントショーとかね、いろいろそういうのちょっとね、誰にするか決めていきたいと思います、ね、まあ、それ終わったら今度はね、除夜の鐘やないけど30日ね、ハッピーバースデーライブできたらねしたいと思うけど、多分おそらくライブ繋がないやろね。ね、りょうちゃんな、今年ね、な、来年もよろしくねって寝てたあかんやんね、ようちゃん。レオちゃん。ね、そんな感じで、このぐらいに、今日は喋りの動画だったけど、ね、このぐらいしときます。はい、以上です。はい、今日もこんなトイレいただきました、デオの。うん、これ、ほんまに助かりますね、デオのトイレ。ね、このシート、昨日もシートを届けてくるので、これ何本あっても使いますんでね。うん、ね、この玉と、ね、シート。玉が4つとシートが5つね、こんなにもいただきましたね。はい、玉が5つだよね、玉が5つとシート5つだよね。ありがとうございますね。これからトイレ15日で変えていくって決めてね、やっぱこれ助かりますね。ありがとうございます。はい。